右の頸部を切開したところの図、前射角筋の後部から腕神経層が出ている。腕神経層とは、脊髄神経から分岐し頭、首、上肢のうちに、鎖骨、上腕、前腕、手へつながる神経層の名称。腕神経層は、脊髄神経から分岐し、頭部、背中、肩部と上肢のうち後頭部、首、鎖骨につながる。 軽神経層と相互に連結しているためこれらを合わせて軽腕神経層と呼ぶ。腕神経層は第5軽神経第1、胸神経の前枝から構成されており、根と神経幹と神経束の3つからなる。第5、第6軽神経の前枝が合流し、上神経幹、第7軽神経の前枝が中神経幹、第8軽神経と第1、 胸神経の前枝が合流し、下神経幹を形成する。上、中神経幹からの枝が合流し、外側神経束。上、中、下の神経幹からの枝が合流し、後神経束。下神経幹からの枝から、内側神経束が形成される。筋、皮神経、正中神経、頭骨神経、液下神経、腕神経、層の枝は、大きく分けると、鎖骨骨へと、 鎖骨下枝に分かれる。健康配信業健康上神経腸胸神経。鎖骨下筋神経。ありがとうございます。